長崎の港に停泊しているクルーズ船で新たに14人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりましたこれで感染者は合わせて48人となりました長崎県などはクルーズ船コスタートランチカの運営に欠かせないエッセンシャルクルー130人の検査を優先的に実施しています 県は先ほど昨日検体を採取した66人のうち14人の陽性が新たに確認されたと発表しました残りの52人は陰性でした陽性の14人に症状はないということですまたすでに陽性が確認され昨日市内の感染症指定医療機関に入院した40代の男性の陽体が悪化し現在 人工呼吸器を装着していることも明らかにしました。県などは623人すべての乗員を検査する方針で、残り499人の検体を明日までに採取したいとしています。